皆さんこんにちは。ご覧いただきありがとうございます。今回はクリスマスローズ2月中旬の様子をご覧いただきたいと思います。また今やっておくと良い作業をネットで調べてやってみましたので、よかったらご覧ください。まずは現在開花中の株をご紹介します。氷のバラです。プチドールあやです。プチドールしおりです。イエロー系の八重咲きです。アブラムシの予防をします。私はこちらのベニカ X ガード流剤を使っています。発生前から発生初期に1株につき 5g 土にばらまきます。まだ冬なので対策しなくて大丈夫と思いがちですが、近年温暖化のせいかつぼみの中などでアブラムシが越冬している場合があるそうです。アブラムシは様々なウイルスを媒介するそうなので、ここはしっかりと予防したいと思います。肥料をやります。先月から引き続き沖肥と玉の液肥を続けます。今まで沖肥にはこちらのリン酸分が多めの環境性有機肥料を使っていて、結構気に入っていたのでこれを引き続き使う予定だったんですが、先日横山園芸さんの YouTube チャンネルを見て方針変更することにしました。クリスマスローズ、花のように見えるこれは花びらではなくて萼なので、お花のためにリン酸分が多めのものをあげるのではなくて、窒素リン酸カリの3要素が等量のこちらの IB 肥料を使うことにしました。また横山園芸さんの動画で鉢植えには有機肥料よりも化成肥料をとおっしゃっていたので、その点からも化成肥料に切り替えたいと思います。なぜ鉢植えには化成肥料が良いかなどの詳しい説明はちょっと私には難しいので、 YouTube の検索窓に横山園芸スペース肥料と語句を入れると該当の動画が出てくるかと思いますので、そちらをご参照いただければと思います。こちらの氷のバラ、アーリーローズという品種なのですが、アーリーの名の通り11月頃から咲き始める早咲きの品種です。早めにお花をカットすることで株元に出てきている新芽の成長を促すことができて、それが来年の開花につながるそうです。花茎をカットするには一般的にはハサミを使うことが多いかもしれませんが、横山園芸さんが手で折り取る方法を紹介してくださっていたので真似してみたいと思います。花茎のここの部分、この分枝している場所、ここを手でパチッと折り取ります。ハサミを使わずに手軽にお花をカットできるのは良いかなと思います。氷のバラ以外の株はもう少しお花を楽しみたいと思うので、今回はカットせずこのままにしておきます。いつまでにお花をカットすればいいかということなんですが、横山園芸さんの動画内では遅くとも葉桜になる頃までにはっておっしゃっていました。ちなみに桜の開花予想をインターネットで調べたところ、私の住んでいる東京は3月30日前後が桜の満開予想となっていました。そこから葉桜になる時期はその時の気温とか雨がどのぐらい降るかとかによると思うんですが、まあ、大体1週間ぐらいとして、4月の第1週までには葉桜ならぬ葉クリスマスローズにした方が良いのかなと思います。先ほども申し上げましたが、来年のお花のことを考えるとなるべく早めにお花をカットした方が良いそうなので、最も遅くて4月の頭、できればそれより早めに私はカットしたいと思います。カットしたお花は切り花として楽しめます。
クリスマスローズのお花に見える部分は萼なのでとっても長持ちします。古い葉っぱをカットします。横に倒れている葉っぱはもう役目を終えた葉っぱらしいので取ってしまおうと思います。触ってみるとゴワゴワです。先ほどと同様にハサミを使わず手で取ります。昨年の12月の初め頃にも古い葉っぱを取ったんですけど、その時に残った軸がこのように茶色く枯れてきています。手で触ってポロッと取れるものは取っておきます。まだしっかりと根元についているものは無理せず引き続きそのままつけておきます。私はハサミを極力使いたくないのでこのようにしてるんですが、清潔なハサミを使われる方は根元から5センチくらいのところでカットしても構わないと思います。見た目的には切ってしまった方がすっきりするかなとは思います。今ご覧いただいている葉っぱはそれほど横に倒れているってわけではないんですが、触った感じもうゴワゴワで硬かったのでこれも取ってしまいました。2月19日は二十四節気でいうと雨水、春一番が吹き梅の香りがし始める時で、濃香の準備を始める目安となる日だそうです。私の場合濃香というにはあまりにも小規模ですけれども、今年も園芸を楽しみつつ動画の発信もしていきたいと思っております。最後までご覧いただき本当にありがとうございます。また別の動画でお会いできたら嬉しいです。ではまた。